ジャイブ研究所所長ロブです、今日はこの写真を見て解説をしていきます。今日はウェーブジャイブですね。最近よく出てくるんだよね、これ、こうシマー、シマーボードのセットがね、これ結構ね、シマーとシマーボードでみんな色もセットで揃えてますよね。だから結構ね、ボードの色とセールの色がね、結構かっこいいんですよ。原色じゃないですね、なんかちょっとね、色がね、こうセンスがいいんですよね。このボードの、ね、色を僕大好きなんですよ。このブルーとオレンジっていう、これかっこいいなと思ってるので、まあそれはちょっといいとして、今日はね、このジャイブの写真を見ながら、パッと見た感じにどう思いますかって話なんですね。だいたいこういうのを見て最初にね、どう思うかって自分でちょっと想像してみてください。結構いいじゃんと。でもここはねとかね、ここのとこ直したらねって、そういう考え方でね、見てるとね、結構ねいいですよ。ただ私はパッと言ってそれをね、あ、そうそうっていうふうに聞いてても、なかなかねこれ身になんないそう、最初に自分で考えて、そして、私が言うことを参考にするっていうのが本当はベストかな。私が言ってることだって 100% ね、正解じゃないですからね。だからまあ参考にして、ああ納得いくんだったらそれ OK、 納得いかないんだったらちょっと違うかもしれない、そこをもうちょっと深く、もう少し自分で考えてみよう。で、深く考えたら、あ、そうか、合ってるなとかね、なるし、深く考えてもちょっと違ったら、この時にはね、質問してくれたりね、メンバーさん、ね、なんかだったら質問してくれたりすると一番ベストですね。メンバーさんでもないのに質問するとちょっと、きついかな。そう。だから真剣にこちらもこうやってね、お答えするっていう気持ちになかなかならないかもしれないよね。まあディスカッションでね、何かで一緒にやったら結構熱くなってね、語り合うかもしれないけどね、それはちょっとわからないんですけどもね、まあ話は長くなっちゃうので始めたいと思います。これね、実を言うとっていうかね、これ重心が低くてすごいんですよ。ものすごい。で、私がね、これ修正するとしたら何を修正するかっていう感じで、これ身長、この人身長的には多分175ない、170ちょっとぐらいじゃないかなと思うんですよね、きっとね。まあ、ブームの高さ、私、多分シマ使った時、昔のちょっと記憶がないんで、シマ使ってた時は結構ね、ブームね、真ん中でちょっと下だったのかな、シマの場合は。シマの場合はこのね、スリーブのね、この真ん中じゃないんですよね、多分ちょっと下ぐらいだと思ったな。ベストだったのがね、っていう感じがしたので、でこれ、まあ、話がどんどんずれちゃうんで本題に戻りましょうね。まあ、重心が低くていいと、ただこうブーメンド下げも OK、 ただブーメンドがちょっとほら引っかかっちゃってるんですね、これね。これこの後必ず引っかかります。これはここまで来てるんで引っかかっちゃって、そこがストップしてね、こう多分チンしちゃうと思うんですよね。まあこの後ね、うまく処理できればいいんだけども、でもこれブーメンド下げ全然悪くないですよ。なぜ引っかかっちゃうかっていう原理が分かってればね、これ引き込んでないから引っかかっちゃうね。これ引き込んであと45度引き込んでれば、ブームエンドって絶対に引っかからないんですよ。なんですよね。まあこれはノーマルジャイブ型として考えれば別にこれでもベスト、そんなに悪くない。まあこの後の写真ちょっと見てないんで何とも言えないんで分かんないけど、私が今日ね指摘するっていうか、一番こう重要視するっていうのは実用とそこじゃないですね。私が重要視するのはこれセールのパワーポイントっていうのはここなんですよ。ハーネスのちょうどライン、ここね。で、体のポイントっていうのはここなんですよ。こういうポイントがあるわけね。これがね、ずれてるんですよ、少し。これは私が言うね、いつもの部分、こんだけ重心が低かったら、もっともっと、本当にすごいキレキレのジャイブができるんですよ。で、これをちょっと説明すると、どういうことかっていうと、これね、こういうふうに、上から見ると分かりやすいかな。で、これがジョイントがあって、セールがこうやってついてましたという感じね。こういう感じで、この人の、セールのパワーポイントがここだと、ね、いう感じ、ね、ハーネスラインがちょうどついてる、大体ここだと。で、こっちへターンすると、ね、これ真上から見るときね。そして体の位置なんですよ、問題ね。今の体の位置っていうのはブームを持って、ちょっと見づらい、どれで書こう、まあ赤で書こう、頭の位置がね、この辺なんですよ。こういう感じでブーム持って、分かりますか。ボードのセンターよりは内側に来てるんだけど、この辺なんですよ。ブーメンド下がってるから、それだけでも内側に来てることは来てるんですよ。ブーメンドが下がるってことは、セールのパワーポイントが内側に入るから、それは別に悪くない、悪くないって逆にいいんだよね。で、体もそこでも体がね、このセールのパワーポイント
ポイントよりちょっとセンターに寄っちゃってるんですね。これなぜか原因っていうのは、ね、これ後ろの手幅見てもらうと手幅がブーメンテの手幅狭いんですよ。これねトッププラはここ持ってるんですよ。明らかにねこれね50センチ70センチぐらい違うんですよ。それはどういうことかっていうと、今ちょっと目つぶってね手広げてみればわかるけど、今これはねちょうど肩幅ぐらいの手幅なんです、狭さはね。そうするとその中心がだいたい頭の位置に行くんですよ。これをあとね70センチ広く持ってください。そうすると頭の中心でねブーム手幅の中心だから、それだけでもね、35センチ30センチぐらいはねブーム度によるんですよ。でこんだけブーム度が下がってて背のパワーポイントが内側に寄ってれば、そこに体の頭の位置を合わせるだけで、ね、多分普通の一般の人よりね多分30センチ4センチね内気が強いんですよ。だからこれでもそこそこねうまくいくんですよ。ブーム度こんだけ下げてればね、あと引き込みがあと45度30度ぐらい強ければ本当は完璧なんだけども、ブーメンが刺さらなくて済むんだよね、そういうことなんですよ。だからこれで修正するとしたらどういうことか、修正するかっていうとね、修正するどういうことを修正するっていうか、あこれね頭の位置ね問題ね、ここね、ちょっと待ってね、分性理学とボードがこういうふうにあってね、頭の位置です問題ね。で頭の位置をブーム手を持ってたら頭の位置はここなんですよね。